こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない時の知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、中国でなんと6億人の命が危険にさらされているこの大問題ですね。中国大洪水と三峡ダム決壊という2つの大問題について分かりやすく解説したいなと思います。特にですね、このニュースを初めて聞く方にも分かりやすく、そもそも今ですね、中国で何が起こっているのかということを、最新情報も入れながら見ていきたいなと思います。まずですね、整理すると、中国では今現在2つの超ヤバい大問題が同時に起こっています。2つ同時にね、1つ目がもう記録的な豪雨、これね、過去60年で最大らしいですね。すごいもんね。もう超絶な、だから大雨がずっと降ってます。ほう、1ヶ月近くね。で、川がもう氾濫して大洪水が起こってます、これだけでもね、すでに約3789万人が被災してます。3700万人やから、もう関東とかの人口多いですからね。日本の3分の1ぐらいの人口の人がもう何らかの被害になってるってことですね。えぐいことやね。はい、日本でもですね、九州などを中心に全国で豪雨被害出てますけども、それが中国でも起こっているということですね。そして2つ目がですね、世界最大級のダムである三峡ダムっていうのがあるんですけども、ここがですね、その豪雨、雨がめっちゃ降ってるんで、ね、ダム水溜まったら決壊する恐れがあるんで、水放水するわけですけど、放水が全然間に合ってないと、放水してるけどそれ以上に雨がもう溜まると、水が溜まるということになって警戒水域を上回ってます、つまりこれ以上溜まったらもうちょっとダムが壊れるかもしれないっていうやばい水準をずっと上回ってると、いうことは起こって、これはもう事実として起こってます。なるほど。だから放水しても間に合わないぐらい雨がもう降ってるところですね。そのため後でこれ詳しく解説しますけども、そもそもこの三峡ダム自体は結構いわくつきのダムなんで、本当に決壊するのではないかと、つまりたまりにたまった水が一気に流れるんじゃないか、となるとですね、これもしそうなると4億人から6億人が被害を受けると推計されています。逃げつないね。そういうことが今起こっているということですね。中国で言うても半分ぐらいの人が被災する可能性があるということですね。そういうことが今起こっているということですね。まずは中国で今現在この2つの超ヤバい大問題が同時に起こっているということを押さえてください。よくですね、この2つが結構ごちゃごちゃになって報道されているんで、ちょっと分かりにくいと思いますけど、これ分けて考えてもらうと正しく理解しやすいと思いますので、今そういう2つの大問題が同時に起こっていると捉えてください、ではまず1つ目のですね、中国の大洪水から見ていきたいんですけども、中国のですね、応急管理省っていうところがあるんですけど、ここの調べによると、中国南部の長江、この流域で豪雨が続いていると、中国の気象局っていうところによると、6月1日からその長江のあたりの平均降水量ですね、1961年の観測開始以来最大となっています。ほう、60年間最大に雨が降っているということですね。へえ。もう6月の1日2日ぐらいからもうずっと6月1ヶ月間ぐらいまで暴風警報が出てました。暴風、そっちは、雨も風もね、もうずっとだから大雨だったってことですね。さらにですね、7月に入ってからも7月1から7月7までのこの1週間くらいでなんと例年の3倍の雨が降ってます。3倍、すっごい。もうだからめちゃくちゃ豪雨ってことですね、それが起こっている。そのためですね、もうとんでもなく当然いっぱい水がたまるんで川も氾濫するっていうことで、とんでもない洪水が相次いで発生しています。実際にですね、被災者はですね、江西省、安徽省、湖北省など27の省とか市、自治区で約3789万人、死者、行方不明者が140人を超えています。住宅も2万8000件が被害を受けていると。今現時点でも6400億円の損失が出ていると。経済被害も出ているということですね。どんどん広がってきてるね、はい、その時間を追うごとに。そうですね、これも本当毎日この数字変わっているんで、この撮影時点の最新データです。ただしですね、これも中国政府が発表している数字なんで、うまいね、どこまで信じているのかちょっと分からない。いや、だって信じたらあかんでしょ。何千万人が
多分何千万人が被災してるのは事実としても死者がねちょっと ね多分もうちょっとそれは一桁二桁、うんね、じゃないとおかしいよね、うんうん、まあいろんなね経済とかコロナのとこ考えして考えたらこのデータそのまま信じてるのかちょっとねはてなんですか、まあ、水やからね、うん、その中におられたら、うん、その亡くなってるかどうかも分からへんとかもあるかもしれないけどね、うんはい、もう本当に現時点でもとんでもない被害がもう出てる可能性は高いところですね、はい。さらに主要な河川、川とか湖の水位もですね、記録的な高さに達していまして、うん、当局はさらなる事態の悪化についても警鐘を鳴らしています。実際その長江の中下流水域の一部地区ではですね、警戒レベルが最も高いと、うん、もういう洪水警報を出しています。洪水警報。洪水の警報で最も高いから、もう本当に洪水いつ起こってもおかしくないってことですね。さらに中国の水利省っていうところの、当局者はですね、つい最近7月13日に記者会見をしたんですけども、うん、その時のデータでいうと433の河川が氾濫危険水域を超えていると。えもうあかんやん。もう中国の443の川でこれ以上いったら氾濫するよって危険水域をもうすでに超えていると。いつ氾濫してもおかしくない状態。うん、そのうち33の河川が観測史上最高水位を記録していると。ほう、過去最大にも水が溢れていると。だから本当にいつ交代、うんうん、そこからまだね構造起こるかも分からないですよね。そうですね、っていうことになっている。もうだから超やばい状況にすでになっているということ、瀬戸際やということですね、うん、例えばですね、もう新型コロナウイルスの感染拡大が一応始まったとされる武漢ですね、うん、武漢にも長江は流れています。これ国営メディアによるとですね、武漢は人口1100万人、うん、でその武漢にある武漢に流れている長江の水位で言っても観測史上3位の高さまで上昇していると、うんうん、で今週にかけてさらに上昇することが予想されています。はい、だ武漢はですね、もうあの新型コロナウイルスの被害がね一番最初に一応出たと言われてて、やっと一応収まって、うん、これから復興頑張ろうっていう時に今度は豪雨と、さらに洪水の危険が今出ているということですね、うん、さらに国営新華社通信などによるとですね、江西省のある市ではですね、堤防が約50メートルにわたっても決壊しました、うん、農地が浸水するなどの被害が出ています。土砂崩れなども北省など各地で起こっていると、うん、これ応急管理省というところによると、すでにもう200万人が緊急避難しています。逃げている人数もすごいですよ。すごいね、200万人ってことは大阪市ぐらいですからね。すごいね。の人はもう逃げなあかんぐらいの状況になっているということですね。一応長江はですね、母なる大河と言われていますけども、うん、一応ね長江はこの時期夏頃っていうのは多かれ少なかれ大体洪水起こってるんですね、うんうん、ただこれはもう古来からです。あ、そうですね、4000年前とかからもうずっと長江ってこの時期氾濫起こしてるんですけども、うん、だからね中国の歴史の中では長江を制するものが中国を制すると言われているぐらいなんですけども、うん、今年はちょっと何十年に一度とかそういうレベルでの豪雨なので、本当に言うて60年に一度ぐらいの豪雨なんで、被害がとてつもないことも既に起こっているってことですね。なるほど、まあ、三峡ダムあるなしに関わらず多分氾濫してたっていうことですよね。もうそういうこと、三峡ダムはあんま関係ない、一応関係ないってことですよね、うんうんうん。あとこの動画の最後のおまけコーナーではですね、この長江の氾濫の歴史についてちょっとだけまずお伝えした、うん、裏話もお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください、はい。で一応中国の気象局の予想では、この豪雨は18日まで続くと、うん、まあ、この撮影時点でまだあと数日続くという見通しですね、となっております。そしてですね、そんな記録的な豪雨のため、長江にの、まあ、上の方に上流域にある世界最大級の三峡ダムはですね、うん、6月末から放水始めてるんですけども、冒頭で言ったように放水がもう増水に、間に合っていませんと、うん、水は流してるけどそれ以上に雨に溜まってしまうと、なので警戒水域を上回っている状態になっている、うんうん、これが2つ目の超ヤバい問題です。ですね、というのもですね、三峡ダムは果たして持つのかと、うん、決壊するのではないかと言われているんですね、うん、これ万が一の万が一三峡ダムが決壊すれば、長江中下流域の4億人か6億人の命とか生活に関わってきます、うん、さらにはですね、その下流域には武漢もある、南京もある、上海もあるということで、うん、この長江流域っていうのは中国経済の 40% が集中してます、ね、結構集まってるということだよね。そうです、もう長江流域にいろんな工場とか建てるということですね、うん、そのためですね、中国経済もこの三峡ダム決壊すればもう壊滅的な被害を受けると。だって 40% がもう、ね、ダメになる可能性があるってことですね。そうだね、
当然世界2位の中国がそれほどの大被害を受ければその影響は世界中に響きます、うん、中国株は当然として世界中の株価もちろん日経平均株価も大暴落することは確実ということですね、うん、さらにはですね習近平政権自体が崩壊の危機に見舞われる可能性もできます、ね、そうですよね、うん、もうあかんやんってなるでしょうね。で4億人か6人が被災したらさすがにもうね無理ですから、じゃあどうなるのかってことですよね。これ次アトメをめぐって権力闘争も起こりますよ。ほんまですね、うん、ということは中国で内乱が起こるってことですよね。ほんまやね。普通は共産党内で普通は共産党の今のトップが次指名して、うん、まあ平和についていくんで、ついてきましたけど一応ね、うん、いきなりもうダメになったってことは次誰なのか決まってないから、うん、後目争いがめちゃくちゃ起こると、うん、で中国のそれぞれの有力者のバックにはそれぞれの地域の軍がついてますから、これ最悪の場合内乱になる可能性が出てくるんですよね。だからこれは全然大げさな表現ではなく、三峡ダムの決壊っていうのは世界の終わり、地獄の始まりとなる可能性が全然あるということです。中国の終わりだけじゃなくて、ね、世界に響いていくということですね、うん、じゃあその肝心の三峡ダムの決壊っていうのは本当にあり得るのかと、うん、この、ね、三峡ダム決壊についてはですね、そもそも完成した当時からずっと言われてるんですけども、うんうんうん、今回で言うとですね主に台湾ですね、うんうん、台湾のメディアが三峡ダム決壊説っていうのをずっと報じてて、うん、それが日本メディアもその新聞記者を引用して伝えてる感じです。なるほどなるほど、まあ、台湾メディアによるとですね、これ三味演じアコンって呼ぶんですけどね、この、うん、ちょっと中国語かな台湾語かちょっとあれなんですけど、うん、という表現を使ってます。この三味演じアコンっていうのはですね3つの意味があって、空から降ってくる豪雨大雨ね、で長江上流から流れてくる激流、うんうん、そして三峡ダムの放水による人工洪水、うん、この3面からの強撃が来ててあって、うん、武漢上海など長江中下流域で爆弾被害が見舞われるという意味で使われているみたいですね。なるほど。じゃあまあそれは結果は含まれてないんですね、そこにはね。あ、そうですね、うん、三味演じアコンの結果、そもそも50年しか持たない三峡ダムが決壊するリスクが出てきたと報じてます。そもそも50年、台湾メディアだと50年しか持たない、あもう50年後には決壊するのは分かってたけど、もうそれがさっき来たと、さっき起こされた、それがこの三味演じアコンということで豪雨と、まあ、激流とかあるからそれで早められたと一応報じてってことですね、まあ、とりあえず洪水の防止機能はないですもんね今のところ ね、 そうですね、はい、うん、洪水になっちゃってるもんね、うん、でまあ、ちょっとこの三味演じアコンの3つ目も出てきましたけど、さっき言ったように三峡ダムを放水しているんで、それによって水かさがさらに増してるんじゃないか説も全然ありますよね、うん、だから普通の大雨でもちろん川は氾濫しますけども、それだけじゃなくて上流から世界最大級のダムがめちゃくちゃ放水してるから、それでそもそも水かさ増してて、うんうんうん、洪水の被害が拡大してるんじゃないかというふうに言われております。うん、だからもういろんなリスクがかぶりかぶってるんですね。でももちろん逆に中国メディアはですね、うん、もうこの水利、つまり水の専門家たちを次々と登場させて、うん、そんなことは全然ないと強く否定しています。三峡ダム決壊しませんという意見をずっと言ってます。それは言うわ決壊しますという意見は、ね、言わですね、言われへんもんね、まあ、台湾ではですねこの三峡ダムは豆腐ジャーコンちゃんって言ってですね、うんうん、まあ、おから工事、うん、まあ、言うたらもう豆腐のようなコンクリートを使ってるような感じイメージですね。だから、うんうん、ふにゃふにゃみたいな、うん、くしゃ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 、うん、しゃぶこんやね、うん、だから水漏れとるというような表現してるんですけども、うん、それに対して中国の専門家は三峡ダム通常のダム工事以上に、うん、セメントが太陽光で高温度にならないように冷却しながら工事したためめちゃくちゃ硬いと、うん、強固だから全然決壊しませんよって言ってます。へえ。じゃあさっき言ったようにダムの放水によって中下流域で洪水起こってるんじゃないかっていう指摘に対してはですね、うんうんうん、台湾メディアがそう言ったのに対して中国メディアでは放水した時は水は一旦上に上がるようになっている、うん、で下向きにする時にはその川と合流する時はめちゃくちゃ深く凍ってるから、うんうん、そこで一旦こう水流が止まるんで全然緩く流れますと、だから全然洪水になりませんよって一応判断。うん、一旦上げて落とすところがめっちゃ深く掘ってるんでズワーンって入るから、あとはゆっくり流れていってるから、そんなことは全然ありませんって一応判断します。あ、激流にはなってない、緩やかになってると、
ゆりやかに来るのも怖いけどというふうに言ってますね。実際これはですね、中国の国内でも三峡ダム決壊論っていうのはずっと議論されてました。でもそれはですね、主に軍事的な側面だったんですね。あ、なるほど。というのはアメリカと中国、まあね、ちょっと最近この数年仲悪いですけど、万が一米中戦争になったら、うん、アメリカは真っ先に三峡ダム破壊するだろうとね。おお、うん、ミサイルね、それでだってミサイル一発で4億人から6億人にダメージ与えるからね、うん、ある意味中国にとって一番の無弱点なわけだよね。そうだね、うん、もう頸動脈みたいなもんね。もうそういうことですよね、うん、なのでそれによって決壊するんじゃないかっていう説はあったんですけども、豪雨によって大雨によって決壊するんじゃないかっていうのが言われたのは一応中国では初めてなんですね。この三峡ダムは2006年に完成したんですけれども、つまりこの14年間の間で最大の危機に見舞われているというのは中国でも一応そういうふうに、考えられているということですね、うん、で先ほどご紹介したように、まあ、6月初めからもう6月2日ぐらいから長江流域を含む中国の南部に豪雨が襲っていまして、1ヶ月以上経った現在も続いていますと、うん、長江の水利委員会というところは7月2日に長江2020年第1号洪水というのを発表しました。4日にはですね、長江水害干ばつ災害防御クラスっていうのがあるんですけど、これを4級から3級に引き上げた。うん、まあ、もうだから警戒レベルをどんどん上げてるってことね、うん、で三峡ダムっていうのはですね、一応この地域最大の観光地やったんですけども、うん、もう7月5日付近から一切入れなくなりました。封鎖されました。何かを見せたくないのか、うん、ただ危ないのか、うん、危ないから、危ないから、危ないから、ね、もう封鎖してしまいましたと、うんうんうん、さらにはですね、三峡ダムがある湖北省、まあ、武漢もあるところですけども、そうですね、ここにはですね680箇所他にダムありますと。うん、そんなにあるんだね。大型が2カ所、この三峡ダムと含めて2カ所、あと中型が12カ所、うん、小型なんか666カ所あります。たまたまよ。たまたまですけどね、うんうんうん、そんなたまたまよ。え、こんなたまたま行く。でもちっちゃいのが666でしょ。大きいの合わせてたら違う数字になってるから。この66についてはあの僕の香港の米中対立の想定動画を見てください。お願いします。まあ、お話戻しました。この680箇所なんと全部で警戒態勢を取ってます。お、全部やばいってことね。全部やばいな。じゃあこのね、三峡ダムの大問題について、なぜそもそもこんな危険なものを作ったのか、うん、だから戦争なんて一発でやられるようなものを作ったのかとかね、もう言うたら時限爆弾みたいなものもね、うん、はい、このそのいわくつきの歴史から、そしてね、三峡ダム自体がかなり手抜き工事で作られたんじゃないかっていう裏話までね、うん、この辺は別動画で七藤さんが詳しく解説してくれてるんで、そのやりました。すでにですね、なんと11万回も再生されてます。そんなに、はい、人気動画になっております。人気というか皆さんのね、関心があるということですね。ね、動画概要欄にリンク貼っておきますので、まだの方ぜひこの後ご覧いただければと思います。お願いします。より詳しく歴史についても解説してもらってます。そしてですね、実は日本でも三峡ダムやばいって話、まあ、いろいろ出てきました、やっと出てきましたけど、メディアでもね、うん、実は三峡ダム以外にも今回の記録的な豪雨によって超やばいダムっていっぱいあるんですね、うん、例えばですね、浙江省の三峡ダムって言われてる、浙江省ってやるところの大きなダム、そこ浙江省の三峡ダムって言われてるんですけども、うん、新安チャンダムっていうのがあるんですけど、ここはですね7月8日継続した大雨によっても水位が上がりまくりまくったんで、これ初めて9個門があるんですけど、全て全部開けて緊急放水を実施しました、うん、これできた61年の歴史で初です。へー、限界まで開けたってこと。もう全部9個はもう全部いっぺんに開けて放水しないともう決壊するかもしれなかったっていうことですね。それによってですね、もうとんでもない水がバーって出たので、これ大まかな統計もしか出てないんですけど、9日時点のデータでいうと18万4000人が被災し、その今回の放流により5万2000人が緊急避難しています。5万2000人を緊急避難してもらわなあかんぐらいやばかったってことね、逆に。うん、さらに農作物の被害は1万1000ヘクタール、母屋の被害は1000部屋余り、うん、直接的な経済損害は7億元に上ると、うん、だそれぐらいの被害が出ても放水しないともっとやばかったってことですね。もうそんな危機になっているということですね。放水してもまだでも助かったわけちゃうもんね。まだまだ水たまってますけど、苦渋の決断だ。だ限界を超えたから、とにかく全部一旦ある程度まで出してで大被害が出るけど、出さないともっと被害が出るからということでやったってことですね、うん、ほえやな。
さらに厚生省っていうところでもですね、うん、早岡ってところがあるんですけど、これ琵琶湖の 4.7 倍も面積あるんですけど、琵琶湖が5倍ぐらいね、めっちゃでかい湖なんですけどね、これ平均水位が6メートルも上回る事態になっていると。6メートル上回ってすごいですよね。6メートル、うん、うわー、いつもより6メートル、そうそうそう、琵琶湖の4倍以上のが6メートル以上あるってことよ、その余ってる分が、うん、増えたってことだからな。琵琶湖の5倍ぐらいになるやつが6メートル増えたってことだ。めちゃくちゃな水位、すごい水量やね、うん、が6メートル上回る事態になり、これがまた決壊するなどして大規模な被害になる恐れが出てきたということですね。まあこれ波陽湖、まあポーヤン湖とも言いますけども、うん、水位がですね、観測史上最高となる水位がですよ、 22.6 メートルになってます。意味がよくわからへん、意味が 22.6 メートル分水溜まったということで、湖でね、じゃあだいぶ広がってるってことよね。うん、まあ単純に琵琶湖の水位22メートル上がったらめちゃくちゃなことじゃないですか。ね、周り浸水よね、そんなことが今起こっているということですね、これ国営新華社通信によると、ボーヤン湖の重要な観測所の一つで過去最高水位が更新されたと。実際この最高水位が記録されたのはこの数十年でも最悪の洪水が出た、1998年の時以来らしいですね。この時も4000人以上死亡してますと、その洪水、あ、湖氾濫によって、その時以来同じ水位まで上がっているということで、またやばいことが起こっているということですね。まだしかもその問題は全く解決してないということですね。いや、これ湖なんで何もできないですよね。あ、そっか、うん、ダムじゃないですかね。あ、そっか、うん、放水とかもないもんな。放水とかないです。で、この湖はですね、淡水湖なんですけど、なんと長江に流れるんですよね。で、ここまた水位がバーって出たら長江に大量の水また流れるんで、全部やばくなってきてるということですね。ね、もうすでにこの省の近くでは2万人がもう避難してます、うんうんうん、ダムとかやったら分かるけど、湖が水高すぎて避難するってちょっと日本あんま考えられないじゃないですか。考えられないね、うん、もうそんなことが起こってると怖すぎるな、うんうん、もう兵士だからですね、土のうを積んで堤防を築いてると。そんなのでできる？そんなのでもう一緒、これ国営メディアによると、救助隊、兵士、一般市民など10万人が洪水対策に当たってるらしいです。総動員して土のうを積んでるみたいですね。あ、すごいね、うん、ということで、こうしたですね、過去に類を見ない大洪水とかが、まあ、あちこち、中国あちこちで起こっているというのが今現在の状況ということですね、うん、このようにですね、中国で今現在過去60年近くで最大の豪雨と大洪水、そして三峡ダムの決壊問題という2つの超ヤバい大問題が同時に起こってます。6億人の命が危険にさらされている大問題であり、世界経済と世界の株価に影響を与える大問題であり、まあ、中国内乱となれば世界の平和にも影響を与える大問題ということですね。日本のマスコミはあまりこの辺報道しませんけれども、そんな世界の終わり、地獄の始まりともいえる大問題がまさに今現在起こってますんで、まあ、プロの投資家、トレーダーとしてはもちろん、一人の大人としてもしっかりとこの問題について知っておいてください、うん、そしてですね、中国の応急、何でも出てきますけど、中国の応急管理部というところの発表によるとですね、この今回の洪水を除いて、この2020年上半期前半で中国の自然災害のデータ出てるんですけども、それによるとですね、その自然災害にあった国民っていうのは、まあ、中国の方っていうのは4960万人、もうすでに中国で自然災害もずっと起こってることね。そうなんや。緊急避難を余儀なくされた人も91万人と。91万人だから、実はあんまり日本でも全然報じてないですけど、大洪水の前から自然災害めっちゃ今年起こってるんですよね。へえ。約5000万人がもう被災してるし、うんうん、100万人以上、100万近くが逃げてるということ。あ、他のニュースがいろいろあったから、うん、そのまあコロナもあったからね、あんま報じられなかったんですけど、うん、だから僕コロナって言わんかったのそれは別にいいでしょいいかな。死者は271人です、うん、まあ、ちょっと少ないですよね、やっぱり。そうですね、絶対、まあ、いやいや、1桁2桁農作物も大被害を受けて6170キロヘクタールってことなんで、めちゃくちゃな被害を受け、なんと1兆2500億円農作物の被害も出てます。へえ。なので、まあ、中国食料不足もね、出てるってことですよね。いろいろ起こりすぎてるね、今年。そういうことです。これはね、一つの考え方、一つの見方なんですけれども、こちらも七分さんの占いコーナーで詳しく教えてもらいましたけれども、実は今年2020年は、うん、カノエネっていうね、干支なんですけど、うん、中国ではですね、カノエネ大化っていう一年になってます。干支、うんうん、っていうのはですね、日本ではまあ12種類しかない
とまあ、一応、ね、一般的にはあるんですけど本来は60種類ありまして、うん、カノエネっていうのは、まあ、簡単に言うと世界が新しく始まりますという意味なんですけれどもそのためにはですね一回古いものを壊さなためと、うん、いうことで大化っていうのは大きな災いって意味ですけどねが起こるっていうふうに言われています、うん、これ一応60年周期なんで歴史をちょっとだけ振り返ってみると1840年にはアヘン戦争中国で起こりました、うん、カノエネ大化中国で見ると1840年にアヘン戦争が起こり、まあ、植民地化されていたんですね。その60年後の1900年には義和団の乱というのが起こって秦という国の、まあ、中国の当時の王朝の秦の滅亡につながりました。その60年後には三年飢饉というのがあって5000万人ともいえる餓死者を出していますと。5000万人ですかね、すごいね。しかも中国の発表からね。あ、そうです、そうです、うん、1960年ってことは、まあ、最近って最近ってあれですけどね歴史的には最近です。そうですよね。その時にも5000万人が死者が出てるってことですね。さらにその60年後は今年2020年、中国ではコロナウイルスが、ね、発生し8万5000人近くの感染者と4648人の死者が出ております。そしてまたこの大洪水と産経の血管危機ということでなんか当たってるような当たってるような、ね、いや当たってるでしょ、当たってるでしょ。もう先にグレートリセットしちゃったこの辺のもっと詳しい古代からの歴史をまた直木さんのコーナーで中国のずっと歴史を振り返ってもらってその動画またぜひ見てみてください。お願いします。で引き続きですね、まあ、中国でこの超やばい問題が2つ同時に起こっているということをしっかりと押さえてください。引き続きこのコーナーでも最新情報をお伝えしていきたいと思います、うん、またね何か緊急なことが起これば万が一本当に産業でもやばくなったら必ず日本株とか FX も影響してきますんでそういうことが起これば超やばい動きが少しでも出てくればすぐに紙を公式メールまでも緊急速報を出したいと思いますのでまだの方はぜひ登録しておいてください。はい、これからも日本のメディアあんま放置しないけど、うん、大事な情報をねお伝えしてきますんでチャンネル登録お願いします。お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。あと動画概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。というわけで中国はもうでかいんでね災害の規模もでかいんですよ。ほんまやね、うん、川がめちゃくちゃ長いから水もその分、ね、ずっと流れてくるってことで川っていうかもう湖みたいになってるもんね。あ、そうそうですね、溢れて、うんうん、だから歴史的に言ってもですね中国っていうのは世界最大の水害大国なんですよね。うん、もう水、もう水の問題はずっと抱えてると、うんうんうん、これ実際ですねもう古代からですよね抱えててですねいわゆる中華民族が農耕と牧畜を始めてこの中国っていう土地に定住して以来ですねのずっと水害洪水ってのが起こってます、うん、この水害と、まあ、あと歴史的に言うと北方異民族ですね、うんうんうん、の郷土とかの侵入だから万里の長城築水とかありましたけど、うん、あのこの2つがもう皇帝をずっと悩ませたという歴史になってます、うんうんうん、で中国で確認されているですね最古の王朝っていうのは夏って書いて夏っていう夏王朝なんですけども、うんうん、これのねこれ司馬遷という方が書いた四季夏本紀っていうのによるとですねこの夏中国のだから最初の王朝の最初の王様はですね大禹っていう人なんですけど、うん、この人は治水の名人やったからみんなから王に推薦されたって言われてるんですね。それぐらい水害がずっとあったと。でこの人水害の専門家やったから最初の王に任命されたと。一応何任せといた方が洪水時とかそうそうそう任せれるわいうことで王になったんや。そういう歴史もあるぐらい。だから言ってたように朝貢制するのは中国制するっていうことはもう一番最初の王朝の一番最初の王から始まってるんですよね。うん、それぐらい水害がひどかったってことですね。そしてその伝統はですね今の中国共産党にも実は引き継がれてます、うん、というのもですね中国にはですね水利部っていう治水専門の中央官庁がもう存在してるんですね。そうですね、部署がありますよね、はい、部署というか省庁というか、ね、そういうことですね、うん、そしてね歴代の偉いさんはですね結構この水利関係の人が多いんですね。例えば先代のですね胡錦涛さんは清華大学水利工程学部河川発電学科っていう卒業したもう元エンジニアの人で、うん、当時の夢はですね中国で最も偉い水利の専門家になるのが夢だったと述べてるぐらい、水利をプロフェッショナルになりたかった国家主席になりたかったけど、うん、本当は水利の専門家になりたかったっていうぐらいね。胡錦涛政権時代はですね毎年最初に出される重要指令中央1号文献っていうのがあるんですけどこれがもう中国その年これをやりますよってもうやらなあかん やれよっていう最大の一番重要な命令書なんですけども、うん、毎年水利問題っていうのが書かれてある。胡錦涛さんもずっとそれをやってたってことですね。なるほど。で胡錦涛さんの前江沢民その前の李鵬さんも水利関係の人ですから、うん、そうですね、結構
その代々には推理関係がやっぱ多いというような歴史になっているということですね。というわけでコロナの次は中国の水害ですよね、大洪水とこの三峡ダム問題を今抱えているということで、ね、うん、またしてもちょっとやばい話が出てきました。うまいね、まあこれ季節のもんで雨季がね終わったら過ぎていってくれると思うけど、それまでにひどくなってらないことを祈るばかりですね、本当に。一応この動画公開されることぐらいには、暴風は一応収まると言われてますけど、ちょっとまだ全然そんなね、自然の方で分からないんで、ちょっと引き続きこの問題を追っていきたいと思います。